激次元タッグ、ブランプラスネプテューヌ VS ゾンビ軍団。ここはどこかの次元にあるゲーム業界。この世界の守護女神と呼ばれる少女たちは、自分たちが守護する人間たちを知り、そして学ぶため人間の学校に留学をしていた。しかし守護女神と人間が共に学ぶ歴史ある学園も、少子高齢化の時代の波には勝てず廃校の危機に瀕していた。というわけで、今年いっぱいでこの私立ゲーム学園は廃校になりますの。なんで？ゲーム始まったばっかりだよ。なんという出落ち。ねえ、なんとかならないの？シリーズ推しとはいえ、学園もののゲームなんて初なんだよ。諦めなさいネプテューヌ。こればっかりは私たちじゃどうしようもできないわ。そんな。しかし、そんな時代の本流にも諦めない少女がいた。これは廃校の危機に瀕した愛すべき学園を救うために立ち上がった少女たちの青春の物語である。今日は何をするの？装備や見た目を変更できる。この本もなかなか面白い内容だったわ。外でする読書もなかなかね。そうだわ、私が学生としてのんびりできるのもあと少しだし、この機会に本でも書いてみようかしら。そしてあわよくばそれで雷撃文庫の新人賞を狙って。あ、この声はロムとラム。ロムとラムがゾンビに襲われているの。でもどうしてゾンビが学校に。そんなこと今は関係ないわ。今はあの二人を助けなきゃ。行ってくるわ。どうして学園にゾンビがいるかなんて関係ない。大切な妹たちには指一本触れさせない。私が守ってみせるわ。少し待ってくれるかしら。
私の脚本は完璧よ。冥界送りにしてやりなさい。見とれても知らないわよ。完璧だったわね。はい。テア。うめし。どうやらこれでゾンビは全部のようね。二人とも大丈夫？もう、せっかくいいところだったのに、邪魔しないでよね。え？お兄ちゃんたち、大丈夫？痛くない？頭、なでなで。なんとかね。つかブラン先輩、マジパネ。ロムちゃんからの頭なでなで。それを私が教えてあげよう。ネプテューヌ。この子の名前はネプテューヌ。同じ高等部に所属するクラスメイトよ。こんな見た目だけど、彼女も私と同じ守護女神でプラネテューヌという国を守護しているわ。何を隠そう、私たちは映画を撮っていたんだよ、ブラン。映画？あ、だからゾンビいたのね。ピンポーン。お姉ちゃん大正解、やるー。けどどうしてあなたたちが。それはもちろんこの学園を救うためよね、ロムちゃん。ねえラムちゃん。言っている意味がわからないわ。ネプテューヌ、説明してくれる？ほら、この学園って少子高齢化の波っていうか、時代の流れのせいで廃校になるって話じゃん。だからさ、ちょうどアマチュア映画コンクールもあるし、そこで学生制作の超大作映画を作れば入学希望者も増えるんじゃないかって考えたんだ。そういうことだったのね。でもさ、映画研究会って私一人しかいなくてさ。だから初等部の人気者のロムちゃんとラムちゃんに声をかけたんだ。そうだ、せっかくだからお姉ちゃんも一緒に映画作ろうよ。ラムちゃん、それいい考えかも。そう、やっぱり私って天才よね。残念だけどそれはできないわ。なんで？可愛い妹の頼みなのに。可愛い妹の頼みでもそんなことに付き合っていられないわ。卒業までに図書館の本を全て読破しなきゃいけないし、部員もいない弱小部が映画なんて撮れるはずないわ。そんなの分かってるよ。でもだから何もしないなんてできないよ。ウランはこのまま学園が私たちの代で廃校になっちゃってもいいの？構わないわ。もともと私たちがこの学園にいる理由も、守護女神として人間について理解するための留学みたいなものだもの。はあ、そっか。ウランなら監督とか脚本をお願いできそうだと思ってたんだけどな。私が映画の監督と脚本。ちょうど卒業までに一冊
本を書いてみようかと思っていたところだし、映画脚本も選択肢としてありね。けど映画監督も悪くはないわ。仮によ、学生なのに超大ヒット映画を私が作ってしまったら、弱小部を立て直した実績も加わって、ハイパーマルチメディアクリエイターとして世間が放っておかないわ。けど嫌ならしょうがないよね。今度は誰に当たろうかな。その話受けるわ。そっか、受けてくれるのか。ブラン、本当にいいの？さっきすごくドライなこと言ってなかった？気のせいよ、もしくはあなたの空耳。あ、けど条件があるわ。監督と脚本の両方を私が担当。これが私が協力する最低条件よ。そんなことならお安いご用だよ。改めてよろしくね、ブロン。お姉ちゃんと一緒に映画作りだ。やったね、ラムちゃん。うん、みんな一緒だね、ラムちゃん。こうして私の映画制作が始まった。きっとこの映画制作は一生の思い出になるだろう。私は友とのこの始まりを決して忘れない。たとえこの学園を卒業し自らが守護する国へ帰ったとしても、だってこれがこの学園での一生に一度しかない私たちのかけがえのない青春の1ページなのだから。